ヘラは1912年に収益したドイツ海軍の通報艦である。艦名は北欧神話の女神であるヘルにちなむ。1893年寄港。1895年3月28日浸水。1896年5月3日収益。第一次世界大戦が始まると、ヘラは沿岸商会の外縁部を構成する。 水雷艇部隊の支援部隊に割り当てられた。ヘラは巡洋艦、シュテテンと共にヘルゴランと島北東に位置していた。それらの部隊は1914年8月28日に優勢なイギリス海軍部隊の攻撃を受けた。戦闘の報告が届くとヘラも戦闘に加わるため東へ向かった。しかし、イギリス軍がヘルゴランと島から離れ南西へ。 撤退し始めているとの報告があったため、ヘラは元の場所に戻った。それから2週間後の1914年9月13日、ヘラはヘルゴラント島南西でイギリス潜水艦 EQ の攻撃を受けた。その時ヘラは訓練中であった。浮上後ヘラを発見した EQ はすぐに先行し2本の魚雷を発射した。15分後、EQ は潜望鏡深度まで浮上し、 沈没しつつあるヘラを確認した。それから15分でヘラは沈没した。沈没速度が速かったためヘラ上院で救助されたのは2人だけであった。ヘラは戦争中最初にイギリス潜水艦により撃沈されたドイツの艦船であった。ヘラ沈没後、ドイツ軍艦艇はバルト海で訓練を行うようになった。ありがとうございます。